私たちの帝京平成大学は5年前池袋に新しいキャンパスができました。この近くに乙女ロードと呼ばれる若者に人気の漫画やアニメの専門店が並ぶ通りがあります。豊島区はさらに漫画と縁が深いことを知りました。漫画の神様と呼ばれる手塚治虫や手塚を慕う漫画家たちが過ごしたアパートがあることが分かったのです。これが漫画家たちが青春時代を送ったアパート、トキワ荘です。トキワ荘は当時まだ新人だった赤塚不二夫や石森章太郎たちが互いに励まし合いながら切磋琢磨した場所です。ここが椎名町にあるトキワ荘通りです。この通りの周辺ではトキワ荘のヒーローたちのゆかりの場所があります。ここがトキワ荘跡地です。残念ながらトキワ荘はなくなってしまいましたが、その精神を受け継いでいる場所があります。その場所へ行ってみましょう。この紫雲荘はかつてトキワ荘だけでは手狭になった赤塚不二夫が仕事場兼寝室として借りたアパートです。ここでは若い漫画家たちを応援する紫雲荘プロジェクトが開始されています。将来の手塚治虫を目指して頑張っています。その中のお二人にお話を伺いました。参加したのは7月の後半くらいですかね。僕地方出身者なので単純にいろいろ作れて出版社とかにも持っていけるし、他にも先生の手伝いとか漫画描いてる人と同じところで暮らすっていうのが初めてなので、し漫画実際に自分以外で描いてる人を見たのも初めてだったんで、すごい面白いなと思ってます。枝作さんの漫画家としての夢は何ですか？順調にいけばあと2年ちょっとくらいはここに住めるので、その間にいろいろちょっとチャレンジしていけれたらいいなと思ってます。時はそうどう思う？先生がのゆかりのものとかサインとか普通にあったりとかして、その近くに住んでるってだけですごい身が引き締まる思いというか、そういうやる気は湧いてきますね。そのトキワ荘っていうのはやっぱその漫画家目指す人にとっては特別なところなんじゃないかな。あとは福田さんの漫画家としての夢はありますか？だいたい子供が見る漫画を描きたいと思ってるんで、本当はクラスの休み時間とかにちょっと話題に上がるような漫画っていうんですかね、そういう漫画描きたいなと思います。ひきさんは福田さんとか枝作さんとかのアドバイザーとして入ってるって聞いたんです。こうした若者をプロジェクトリーダーとして支えている桐木健一さんにもお話を伺いました。目指しているものも違いますし、基本的にはやっぱり個人個人の個性っていうものを大事にして、やっぱりその状況の中で世間の読者の方々に認められていただくっていうのが一番ベストかなと思ってます。歴史のある場所から羽ばたこうと、今日も一生懸命漫画を描いている皆さんの真剣な姿に私たちも心からエールを送りたいと思います。漫画やアニメは有名な日本文化の一つとして世界で知られています。かつて豊島区で育まれた漫画文化は今トキワ荘から紫雲荘へと受け継がれ、乙女ロードでも花開いています。漫画文化をたどり触れることのできる豊島区は、これからも漫画の聖地として発展していくことでしょう。